はい、こんにちは。今日はですね、アメリカのハンバーガーに挑戦しようと思います。こうパンの大きい、ね、バンズの大きいやつに、ステーキ肉の切り落としをこう刻んで、ひき肉の代わりに使って焼き上げた、ちょっと肉肉しい感じのハンバーガーになると思いますけれども、どうぞご覧ください。これだよ。これはグラインダーズ。はい。グラインダーズっていうハンバーガー屋のハンバーグ。はい。これはコンボだね。ハンバーガーとフレンチフライと、まあ、ドリンクのコンボ。はい。一個がダブルチーズバーガー。おお、かっこいい。ダブルチーズ。それは食べた時の食うじゃないですか。でもう一個が、はい、なんだっけ。なんとかピッグ。なんとかピッグ。はい、とりあえず食おう。はい、ほんとこれうまいから。中にポテト入ってるね。あ、フレンチフライ。それなんか偶然入ったポテトじゃないですか。じゃないじゃない。ベーコンも入ってる。ベーコンも入ってますね。激しいね。アボカドも入ってますね、これ。おお、すげえ、ほんとだ。やっぱね、こういうの紹介しないと。変に大食いとかいいの。いただきます。すごい。どうです？うまっ。マジでうまい。もうね、ポテトもうまいわけよ。あー、はいはい。カリッカリジューシーで、うんうんうん、もう普通のハンバーガーがうまいし、これにね、フレンチフライとアボカドとベーコン。はい。ちょっと待って。くー。急に来ましたね。
ステーキの切り落としの肉を使っているのでものすごくねこう肉を食べてるなっていうそんな食感ですごく美味しいです。今日はね、アメリカのハンバーガーちょっと挑戦してみたんですけれども、まあ、自分なりには、まあ、美味しくできたなと思いますけども、あとね、こう中の具材やなんかをちょっといろいろ変えてみたりして、このハンバーガーいろんな形でちょっと作ってみようかなと思いますので、またよろしくお願いします。